検察ね、広告断念するって。あ、そう。やったじゃん。本当。やったじゃん。いわゆる袴田事件をめぐり、東京高裁は今月13日、死刑が確定していた袴田巌さんの再審開始を決定。そして昨日、東京高検は承服しがたい点があるものの、申し立ての理由があるとの判断に至らなかったとして、特別抗告しないことを明らかにしました。だからもうあんたは無罪。ね。はい。もういい。よかったよかった。本当に。ね、あんたの言う通りになった。ね、57年間戦ってきたもんね、岩ちゃん。これにより、静岡地裁でやり直しの裁判が始まることが確定し、袴田さんは無罪となる公算が大きくなりました。死刑事件で再審が始まるのは、袴田さんで5例目。過去4件はいずれも再審開始が決まってから1年以内にはやり直しの裁判が始まり、その後無罪判決が下されています。